原発事故子ども被災者支援法基本方針に関する要望と提言、並びにですね、同じく支援法に関する要望というもの、災害救助法による新規の避難者の住宅支援の打ち切りという問題についての打ち切らないでくださいという要望、この3つをですね、お渡ししたいと思います。ぜひ、私たちの気持ちをしっかりとまた伝えていきたいと思いますので、ぜひ誠意ある対応よろしくお願いいたします。私の住んでいる団地にはたくさんの自主避難者がいます。私たちの思いをどうか聞き入れてください。お願いします。では渡しいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょっと公募していいですか。情報公開請求した時も、それについてツイートされてますよね。だからそれみんなあっちに行っていただけますか。私たち子ども被災者支援の方のことをずっと取材してきましたよね。そのこととこのツイートのことでお話をお聞きしたいんですけど、ちょっと失礼だと思います。ちょっとお話をお聞きしたいんですよ。だから広報室に通じていただけますか。水野さんにお聞きしたいのは、まあ、今までたくさん要望を受け取られてるじゃないですか。水野さん、水野さん、ちょっと立ち止まってお話聞いてもらえません。水野さん、被災者の方々も受け取ってらっしゃる。